えー、今回はですね、えーっとまあ、ポジティブにどんどんマインドを切り替えていくそんな話をしますえー、っとまあテーマとしてはネガティブを振りまく人ではなくポジティブを振りまく人になりましょうということですね、まあ、セルフコーチングまあコーチングの音声動画ですので、えー、っとまずはセルフコーチングで自分自身に思いっきり未来を変えていく えー、エフィカシーを高めていくということを皆さんやってると思うんですけれども、まあ、エフィカシーの別なとこでも話をしてると思うんですが自分自身のエフィカシーを高く高くしていくためには周りの人に対してですねどんどんエフィカシーを高くなるようなアプローチコミュニケーションを取っていくでそうすることによって自分に関わりのある人関係する人日頃コミュニケーションを取る人のエフィカシーが上がってくると自分自身のエフィカシーも高まってくるという。 こういうやり方でぜひポジティブを積極的にポジティブの起点になっていきましょうという話をしていると思います。もうすでにやっている方多いと思うんですけどね。で今日はですね、えー、とそれにさらに一歩踏み込んで、えー、そうは言ってもどうしてもうまくいかずあのまあなんかイライラ焦ったりとかねなんかそういう追い詰められた感じになったりとか。 うん、エフィカシーが下がったりとかっていうことがありますとね、えー、そういう時なんとかならないでしょうかっていうような質問もまだまだ多いわけですよね。うん、やっぱりやりたいことをいっぱい見つけといて趣味のゴールとかない方は是非もう速攻で趣味のゴールない方もすぐ今日中にでも、えー、趣味を考えていただきたいし。 ウォンでで没頭できるものをやって、例えばそういううまくいかないことをですね浄土で切り替えていくっていうことも当然必要ですよね客観的にそういうただうまくいかないうまくいかないっていうふうに自分を追い込むのではなくてうん頭の中をこうオントゥーで切り替えていったりとかまたその例えば仕事でうまくいかないんだったら仕事にまた戻った時に。 より抽象の高い角度でさまざまな角度から検証してみるみたいなことをやっていくとですね必ず打開策が見えてくるはずなんですよねそうすることによって、えー、っとネガティブなあの情動が消えていくでポジティブなあの感情エフィカ c が高まってくるということになると思いますで今日は、まあ、具体的にネガティブを振りまく人はもうやめてポジティブを振りまく人になる そういう考え方事例を踏まえて少しお話をしてみたいんですけれども、えーとまあ、毎日、まあ、そうは言ってもいろんなことありますよね良いこともあれば悪いこともあるんですけど、えーまあ、その良いこと悪いことの判断基準は自分が設定したゴールにプラスに働くことゴールに向かうためにプラスに働くことを仮に良いとしたら。 ゴールに対して、えー、プラスゴールに近づくことではなく遠ざかるようなことが起きてしまったら、まあ、自分にとってあまり良くないなというそういう感情が出てくると思いますでどちらも当然起きるんですけれどもこの、えー、良い時はもちろんまたアクセル踏んでいけばいいんで、まあ、いいとして悪い時ですよねうまくいかない時にどういうふうに考えていくかっていうことですねそれでもポジティブになることを考えていくポジティブを探すということですね。 えと例えばですね、例としてはたまたま、えー、と知り合い、まあ、知り合いというか仲間ですね、仲間とあのコンサートに、まあ、大きなホールのコンサートに行きました、まあ、チケットはバラバラだったんで、えーとまあ、自分は割とあのまといい席でよく見えたんですけど、まあ、そうは言ってもでかいホールだったんで、えー、と遠いわけですよね。で もう一人の,あの友達はアリーナで一番、まあ、いいとこなんですけど、えー、と平らなんでちょっともしかしたら見づらいかもしれないみたいなねそういうことがありましたと。で、えー、ともう一人はですねあのずっと後ろの方で2階席の後ろの方かなんかで、まあ、でかいホールなんで大きなホールなんで、えーそのまあ、アーティストですねもう本当にちっちゃくちっちゃくしか見えなくて表情もよく分かんないぐらい。 でも最近で言うと、なん、えー、ていうんですかその、うん、オーロラビジョンっていうんですかね、な <laughs> んと呼ぶのかっていうのは分かんないですけどあの液晶モニターが、大きい液晶モニターがついてますね、両脇に。で、アーティストの顔がこうリアルタイムにそこにアップで映るんで、うん、そこにいるっていうのが分かって、さらに表情まで見えるという感覚で、自分の中で、頭の中で調整すると、ですねまさに、えー、その同じ会場にいるというその場を共有する喜びと、 で、えー、少し遠いから見えないんだけども表情はそのオーロラビジョンその液晶でかい液晶モニターでよく見えると逆にそこで、えー、と細かいとこまで見えるという意味ではあのアリーナ席の人よりもしかしたらいい感じで、えー、と映像をきち,きちんと見れる角度にいったということで、えー、とチケットがすごく、ま、取,れ取りづらかった。あの コンサートだっったんでで階席のの後ろの方でもっていうふうふに最初その人は言ってたんですけどいや実はあの遠くて本当にあの豆粒のようだったけれども実際の目で見るとでもその液晶で大っきなので映でしてくれたから本当に今日のコンサートは最高でしたっもう今日はもう一緒の宝物ですみたいな感じで言ってたんですねところがうーんアリーの席の結構割と近いところなんだけれども目の前になんかすごい全員が立っちゃって。 るわけで立ち上がってみんなこう,う、えー、とコンサートでノリノリでやるわけだからちょっと背の低い方だったので割比較的に目の前に大きい人が23人いて全然見えなかったんですってもちろん隙間から見ればその割と近いところでそのアーティストの顔見,見えるし、まあ、ちょっとこうあの角度を変えればあの目の前に両脇にですねどでかい液晶モニターがあるからあの全然。 不自由はないんですよ。音響なんか最高だと思います。アリーナだからね。一番いいとこだと思うんですけど。でもその人が言うに、もう目の前に3人ぐらいなんかもうどでかいあの男がいて、もう全然なんかいい席だったんだけど、微妙だったなぁ、みたいなことを言うわけですね。で、これは、あのー、なんて言うんでしょう。一見条件が良いところにいたんだけれども、良くないことがあって、良くないことに録音して、 2時間3時間のコンサートがもうちょっと自分にとってはいまいちだったな悔しい思い出になっちゃったなみたいなことを言ってる人と全然チケットが遠くて2階席の奥だったんだけれども最高なコンサートでしたっていう人のこれは何が違うかって言ったら、まあ、どっちがいいとか悪いとかではなくて考え方ですよねポジティブに捉えて、まあ、環境が良くないけど条件良くないんだけれどもポジティブなところを探して最高でしたと思えるマインドの。 なのか、えー、割と条件は良かったはずなんだけれどもちょっとしたネガティブな条件が重なったことによってそれで台無しだったっていうふうに思うあのネガティブ優位の,あのマインドの,あの捉え方とこの2つがあると思うんですね。で結局どっ,ちとどっちの人と話してると楽しいかって言ったら圧倒的に2階席で豆粒のようだったけども最高だったね今日って言ってる人の方が最後盛り上がっちゃうわけですね。 結局その人がわいわいワイわワいイワイワイ楽しかったっていあの笑いながら話してるから、まあ、あのみんなで楽しかったんですけどもアリーナ席の彼はあの結構ブー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 なんか悪いとこばっかり言ってると <laughs> アリーナ席もなんか本当にこういうとこよくないなみたいなことばっかり言ってて、えー、っとよくあの雰囲気よくないわけですようん、まあ、ちょっとこうコーチングを学んでないあの層の,あの知り合いだったんで。<laughs> それネガティブな方がことは言わない方がいいよなんていうことはあ,のあえて言わないで、えー、とそういう雰囲気をちょっと確認したんですけどね、まあ、事例として見ると結局いいことも悪いこともあるんだけどもそれをあのポジティブに捉えていけるマインドなのかあの悪いちょっとでも悪いことがあったらもうネガティブで自分は不幸だとかね運が悪いとかっていうふうに思ってしまう人の差は結構大きいぞという話ですよね。 で今日ぜひやっていただきたいのはまさに、えー、と何が起きてもポジティブを探すということですね特に苦しい状況においあの置かれたとしても自分が追い込まれたとしても、えー、ポジティブを探して、えー、ぜひやってみてほしいなと思いますもう本当にまさにあの窮地、えー、あのに追い込まれてそんなところじゃありませんという場合でも 必ずポジティブなところははあるはずなんですねこれを乗り越えたら最高なここで普通だと諦めるけど絶対諦めないぞって言って乗り越えた時に爽快なあの達成感ですね最高の達成感を得られるはずだっていう風な捉え方でもいいかもしれないしその苦しい状況でも何かないか何かどっかにチャンスはないかなどっかにポジティブなことはないかなってことを探すと必ずどっかにあるんですよね。 諦めずにそういうとこを探してみる。で、えー、と日々やるその習慣としてはですね、まあ、頭の中を常にポジティブにしていくということ、まあいいことも悪いことも同時に起きてるんですけれども、えー、と良いところにもちろんロックオンするんですけれども、より具体的に言うと、楽しいことを探してください。これから。<laughs> 毎日、楽しいことを探す。いや、一日もう仕事で全然楽しくないですってなったら、あの それでも探してください <laughs> どうしてもないんですっていう方はあの仕事を見直した方がいいかもしれないですけどそういうことはあの、えー、ここではあえて、えー、あの触れずに必ず何かあると思うんですね楽しいことを探すでここで、えー、の楽しいことを探す時は、えー、結構いろんなものを観察しなきゃいけないので、えー、いろんなものを見てくださいでそうすることによって、えー、っとまあものの見方によって楽しいことを探すことができるはずなんですね えっと注意事項としてはあの苔下ろすことは、ね、あの NG ですね笑いを取ろうとして苔下ろすみたいなその笑いのなんかこう何て言うんですかねお笑いの文化みたいなのがなんとなく染みついてる方もいるんですけどもで人をバカにするってことですね要はねというのも NG ですねあの人なんか変な格好をしてるなあ楽しいなそこれは全然楽しいことではないですこれはやらないですポジティブに楽しいことを探す。 ってことは、キーワードとしては、面白いねですよね。面白いなってね。面白いものを探す。えー、あとはですね、かわいいねでもいいですね。かわいなこれ、みたいな。<laughs> いろんなかわいいの定義があるんで、なんとも言えないですけど。かわいいねっていうのを探す。で、あとは、すごいねっていうね。まあ、単ンにツに面白いねだと思うんですけども、面白いね、かわいいねとかっていうのを探して、その、相手をこう、 なんて言うんですかね引きずり下ろすような人をバカにするような発想はもう当然控えるってことですね。えー、っと要はそういうことを考えてるとですね一日何かしら楽しいことを見つけることができるはずですポジティブなことこれ面白かったなみたいな、えー。なかったら是非あの寝る前に必ずそれを探してみるのも今日あった最高に良かったこと楽しかったことみたいなね。 えー、とといいいうことをあの探ししててみてもいいかもかれないなかなか最初は見つかんないっていうかもしれないですけどずっと探してるとなあの見つかるようになると思います日頃そういう発想であの見てみるってことですねくすっと思わず笑ってしまうような、えー、と面白いことがあれば最高ですけど。でもう一つやっていただきたいのは見つけるだけじゃなくてあのもし人に会った時にですねあのネガティブを 出出ささなないってことねネガティブを出さない毒づくわけじゃないけどもこうドヨーンとした雰囲気でもう今日はダメだーみたいなことばっかり言う人はあの周りの雰囲気を引き下げるわけですね <laughs> でまあまあ大体甘えん坊が多い,重い,多いんですけれどもそういう人はあの、えー、慰めてあげればいいんですけどねみんなでね。でも皆さんはここで聞いてる方はあの、えー、どちらかというと。 でエフィカシーを高める側ですから、えー、楽しい話をするる側になるってことです、ね、要は冒頭言ったようにネガティブなを振りまく人っていうのはあのー、もうなんかこうネガティブ用語ですよねもう使いたくないですけどあえて使うとしたらもう今日はダメだとかねもう限界だとか疲れたとか,なん,かなんかそういうことで会話がスタートする人で「どうしたの?」って言って道場を引いて <laughs> これこれこういうことで「あそうだったの大変だったね」みたいな。 まあマインボータイプですけどね。そうではなくてポジティブなことを今日こんなお仕事だったんだけどねっていうふうに話せる人、うん、そうなるといいなっていうふうに思います。ぜひあのえー、っとまあ疲れたとかもうダメだとかっていうねあのことばっかりを言うネガティブ用あの用語ばっかりを使うような。 方ではなななくててそうじゃいい人になっていただきたいといととうことで言ってますそうするとですねいつもなんかポジティブで幸せでポジティブやろうとかって言われる場合もあるんですね大体ネガティブな人がほとんどですから世の中 <laughs> 特に学生なんかで言うと大体ネガティブですがそこでいきなりポジティブ言い出すと「お前なんだよ」って浮くぞみたいなこと言われたりする場合そういう時はこういうやり方があります例えばさっきのコンサートの話と一緒ですね こんなに大変なね、例えば2階席の奥で豆粒しか見えなかったんだよね、もう最悪だったんだけど、席は。でも、液晶を見て、音も最高だったから、今日は最高だったよって言える人、そしたら、一回同情が入るんですよいや大変だったなあ、でもよかったねみたいな。最後は良かったねで終わる話し方をするみたいなことをちょっと意識すると、単なるポジティブやろうとかね、そ,そういうからかわれ方はしないと思うんですよ。ネガティブがあったとしても ネガティブだったけどこういうふうになってこれ良かったよっていうような話にするとなんかあの明るい話になってえとポジティブな友達はどんどん増えてくるということですね是非それを使っていただきあのやっていただきたいなと思いますもし結構高,高度でもないけどあのやってる方はいるんじゃないかなと思いますね是非そうやってポジティブを振りまく人になってほしいなということですねで、えー、ともう一つあの別ワークをですね今日は特別に少し長くなっちゃいましたけど えここまで聞いてもう日々学んでいただいている方結構もう効果出てますとかねこんな成果出ましたとかっていう嬉しいメッセージもたくさんいただいているのでもうダイレクトにそういう方々にですねもっともっと結果を出していただきたいということでえー、っとですねネット上でできるやり方、えー、っとポジティブに振りまく人になるネット上でできるやり方ですね。あの聞いて 嬉ああしいのは我々私が走ってるえー YouTube の音声とか動画とか見てよかったなと思ったらいいねクリックを全部してください片っ端からで書けるんであればポジティブなコメントを書くってことですねよかったここはよかったあそこはよかったとかねで、えー、コメントも書くでツイッターでも連携してるので ブログとかか更新したかな、ツイッターでもやってるのでツイッターでもあのリツイートかけてポジティブなコメントを書いてみてくださいそうすると何が起きるかって、ポジティブなことをどうやって書こうかなってずっと考えるわけですねこの音声を聞きながらあこんなこと書こうかなってポジティブなキーワードを探し始めるこれがとてもいいことなので脳にとっていいことなんですねちょするとエフィカシーが高まっていろんなこうアイデアが出てきたりとかそういう脳になってきます えー、いろんな仕事の,あのパフォーマンスもどんどん上がってくると思いますしスポーツ選手であればネガティブな気質が絶対見ない方がいいですからね自分自身の <laughs>、えー、ポジティブなことだけをあの発信していくそのための脳にしていくっていうことですから、えー、そういう,うマインドになってきますだからネット上でですね、えー、と YouTube の,あの「いいね」ボタンをクリックするでポジティブなコメントを書くツイッターでもあのリツイートして えとポジティブなコメントを書く。これをぜひ、えー、毎日やってください <laughs>、えー。そうすることによって、本当にポジティブになってくることが分かるんですね。ぜひこれは継続してやってみていただけるといいんじゃないかなと思います。あとで Twitter とかアカウントがなくてできませんという方はアカウント作ればいいですね。うんと、例えばニックネームで出してもいいと思うんですよね。えー、っとポジティブちゃんとか作ってもいいですよね。<laughs> これとみんなポジティブちゃんがいっぱい出てきちゃうんで、あの自分なり工夫してくださいね。 じゃあポジティブちゃん1号にしますとかねじゃあ私は2号ですとかでそれでもかぶっちゃうかもしれないんで自分でなんかあのうまく作ってくださいもしそういうニックネームとかねあのそういうのでやろうとする方は、えー、そうやってポジティブな人がどんどん増えてくることを、えー、まさにこうやろうとしてる活動でもありますそうすることによっていろんな自分の中に眠っている能力を引き出すというねコーチンのまさにど真ん中の話をしてるということなのでぜひそれをやっていただければいいんじゃないかなと。 えー、今日は以上ですありがとうございました